右手の親指の隣は人差し指。はい、どうもこんにちは、ナポです。皆さんお久しぶりです。久しぶりの顔出し配信です。配信動画です。お久しぶりです。で、今日なんですけど、なんとナポアイチャンネル祝チャンネル登録40人突破おめでとうということでですね、今日はまあ、おめでとうっていうか、まあ今実際41人いるんですけど、今日はね、その40人いったっていうことで、まあ、突破記念ってことで、自分で自分に質問コーナーやっていきたいと思いますというわけで、はい、つい早速やっていきたいと。質問コーナーへ、じゃあまず一つ目の質問から、自己紹介をお願いします。ナポパイチャンネルのナポです。ナポパイチャンネルっていう名前なんですけど、まあ、正直結構パイナップルみたいなのって結構やっぱ YouTube にいっぱい出てくるんで、ちょっと名前変えたいなって思ってるんで、まあ、ナポっていう名前 YouTube 上で変えるかはちょっとわかんないんですけど、まあ、もしよろしければね、コメント欄とかにおすすめのチャンネル名とか書いていただけたら嬉しいなと思ってます。これ本当にちょっと思ってます。じゃあ次は2つ目の質問ですね。名前の由来は何ですか。名前の由来なんですけど、自分が Twitter のアカウントを作るときですね、まずTwitter のアカウント、ポケモン用のアカウントを作るときに、適当にパイナポーって名前つけて始めたんですよ。で、パイナポーってやっぱ小さい頃から男の子はゲームの主人公の名前とかによくパイナポーってつけてきたと思うんですけど、まあその名残で、つけて作ったって感じなんですけど、YouTube のアカウントところにも名字と名前ってこう分かれてつけると思うんですけど、そこにどうやって作ればいいのかなって思った時にパイナポーってやったんですよ。そしたらなんか逆だったみたいで、ナポーパイってなっちゃって、そこからナポパイナポパイってあだ名をつけられ、ナポパイチャンネルになりました。で、3つ目の質問、好きな食べ物は何ですかっていうことなんですけど、好きな食べ物たくさんありすぎて、肉、うどん、カレーも好き、寿司も好き、ラーメンも好き。でもなんだかんだどこのお店行きたいって言われたらイタリアンとか行きたいって言うんで、スパゲッティがやっぱ一番好きかもしれないですね。だからこんなに太っちゃったのかもしれないです。4問目、今何してるの。今質問コーナーしてます。じゃあ次の質問、好きなポケモンは何ですか。好きなポケモンはニドキングです。これニドキングの鳴き声なんで、ちょっと調べて聞いてみてください。本家です。次の質問なんですけど、得意なポーズは何ですかっていうことですね。得意なポーズですね。ちょっとやってみますね。最初はグー。次の質問、次の質問は好きな指は何ですかっていうことなんですけど、答えですかね、このマニアックな質問してきたのは。好きな指はまあ薬指ですかね。いや、小指です。最近の悩みはっていうことなんですけど、最近の悩み、まあ、基本的に僕あんまり悩みとかないんですけど、夜型人間になりすぎて夜寝れない。で、今とかも今撮影 YouTuber なんで、今撮影とか結構押してるんですけど、時間がもう今深夜の1時半とかなんで、全然眠くないんですよ。本当に良くないですよね。本当に部屋暗くして真っ暗にしてても、もう日が昇ってくる、もう朝になるまで寝れないので、ちょっとこれは本当に困って直したいなと思ってるんですけど、なんかおすすめの昼夜逆転方法の直し方みたいなあったら教えてもらいたいですね。普段よく使っているワックスは何ですかっていうことなんですけど、僕そんなに毎日のようにつけてるわけじゃないんですけど、オーシャントリコの、クレイとこの蓋が赤いやつとシャインオーバーを混ぜて使うのが結構お気に入りですね、今の自分の中では。僕は髪質がちょっと軟毛で柔らかいので、基本的にはクレイ系というかマット系の、あんまりなんだろうな、なんかバサッとしたっていうのかな、こっちの方がウェッティな感じのツヤ感が出るやつなんですけど、ちょっとツヤ出したいなって思う時に一緒に混ぜて使ったりとかしてます。好きなアニメは何ですかっていうことなんですけど、最近アオアシっていうサッカーのアニメにハマっていて、で、その主人公が結構フォワードで結構独占的なというか、まあすごい俺が何でも俺がやるっていうプライドみたいなのを持った一人のサッカー
小僧なんですけど、その子がちょっとうまいチームというかに入って、まあ、サッカーを学んでいくって感じですね。主人公のアシト君がサッカーを学んでいくにつれて、こう見てる僕たちも一緒にサッカーを学んでいる気分になれるというか、学べるので、サッカーって、大体基本的にはこうやってボールを動かしているんだっていうのが見れるので、基本、サッカーわかんないよって人でも本当見やすいと思うんで、スポーツ系よっぽど苦手っていう人じゃない人以外は、まあ普通に面白いんじゃないかなって思います。続いての質問、丈太郎より早くパンチが打てますかって言われたんですけど、丈太郎みたいに時間を止めることができますかっていう質問なんですけど、スタープラチナザ・ワールド。次の質問、最近頑張ろうと思ってることなんですか。最近というか今日から、1週間アーニャのモノマネをしようと思って、アーニャのモノマネっていうかアーニャの声マネを1週間練習したらどれぐらい上手くなるかなって思って、それ頑張ってやっていこうかなって思ってるんで、よかったらねショート動画として上げていこうと思ってるんで、まあ興味ある方は見ていただけたらって、まあ、聞いていただけたらなと思います。ほんと10秒ぐらいなんで、はい。でまあいくつちょそんなに答えてないんですけど、ちょっと自分で自分に質問コーナーって面白そうだなと思ってやってみたんですけど、自分のことなんで自分に質問がないなと思って全然答えられませんでした。ごめんなさい。なんで次はまあ50人かな。50はちょっと早いか。50人、とりあえず50人かな。でも年内50人行きたいって思ってるんで、年内50人行ったらもう僕のチャンネル人生も満足なんでね。まあ、50人行ったら、まあ、次はみんなから質問を募集してね、答えられる質問は答えていきたいかなって。こういうのも、まあ、撮影してて楽しいんで。撮ってるってもう撮影っていうこの言い回しかっこいいですよ。みんなも使ってみてでしょ。これ撮影って言い回しがね、ちょっと撮影って言いただけなんですけど、まあ楽しかったんで、まあ、50人いったら、まあ、もう一回撮ろうかなと思います。まあじゃあ今日はこの辺で終わろうかなと思います。みんなね、夜更かしなんかしないようにちゃんと寝てくださいね。今日はこの辺で動画終わりたいと思います。それではまた次回の動画で、ザ・ワールド。